皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。全国の私のファンの方、また会えて嬉しいな。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は珍しく、いいねランキングの中にあったコースで遊んでいくよ。ゲームボーイの世界で遊べるみたいだが、どういうことなんだろう。おお、これはすごい。ゲームボーイの画面だけじゃなく、十字キーや、A ボタンに B ボタンまで再現されてるんだぜ。一見強制スクロール風なコースになってるんだね。動ける範囲が狭いから案外難しそうだな。ワンワンは、一気に抜けちゃった方が良さそうだね。いつもならなんてことのないパックンやトゲゾウも、このゲームボーイの中だと一気に厄介な敵に変身してるな。このリフト、落ちないよね。もし落ちてたら、かなりの鬼畜だな。回転のこぎりに花ちゃん。そして、ハテナブロックの中身はなんだ。1アップキノコだね。できればスターとかが、よかったな。Pスイッチ踏んだらゲームボーイが壊れたな。土管をくぐると、そこは雪国でした。毎日暑くてたまらないから、雪国行って涼みたいな。中間ポイント、ゲットだぜ。今のところ平凡な感じだけど、この先どんなギミックがあるんだろう。この感じ、初代マリオのコースの感じに似てるかな。そうだな、ブロックやら何やらの配置を見てる限りだと、初代マリオのコースをやってる感じがするんだぜ。ゲームボーイのマリオ、モアイが出てきてなんだか笑えるステージがあったよね。潜水艦や、飛行機に乗るステージなんかもあったよな。そろそろ何か起きないかな？フラグか、でもまあ確かに何か起きてくれないと、動画的に辛いな。クリボー、バイバイ。いいやつだったよ。おお、さっき話してた、飛行機のアミーボか。これでシューティング的な雰囲気も味わうことができるね。飛べる範囲が狭い上に、下にはトゲもあるから慎重に行くんだぜ。ワンワン登場、こいつが、このエリアのボスかな。こっちから攻撃できないのがもどかしいな。トゲに当たるとピヨピヨ鳴ってふらついちゃうから慎重に頑張るよ。今の結構危なくなかったか？疑惑の当たり判定っていうやつだな。何か文字が書いてあったけど、読めませんでした。わかった方、教えていただけたらありがたいです。さてさて、お次はどんなコースかな？ゲームボーイだと、確かさっきの飛行機のコースがラストだったよな。洞窟の中を進んでいく感じ、でいいのかな？多分それでいいんだろうな。落石が多いから頭上注意なんだぜ。あんなところに七光の骨が埋まってるよ。怖いこと言うんじゃない。おっと、こっちにはクッパの骨が。今のドクロ4体あったよな。クッパは一つのコースに3体までしか出てこれないから、あれはクッパではないんだぜ。マリサ、そんな真面目に突っ込まれるとこっちが困っちゃうんだけど、うぜえな。ハテナブロックから出てきたのガリマリオのキノコだったけど、なんか逆に扱いにくいね。確定でガリマリオのキノコが出てくるのかな。だとしたら、結構いやらしいな。ここも無駄にジャンプ力が高いから難しくなっちゃってるね。そろそろゴールかな？難しいギミックは抜けたみたいだし、そうかもな。ゴール発見、ここだけは、ガリマリオでよかったんだぜ。てっぺんに簡単に掴まれたね。マリサ、このコースはどうだった？ゲームボーイの中で遊んでいるっていう感じがよく再現されていて、面白かったんだぜ。ここで今日は終わりますが、最後にお知らせがあります。近いうちに、新しいゆっくりが登場する予定らしいんだぜ。皆さん、私だよー。